おはようございます。6時になりました。NHK ニュースおはよう日本です。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。福島県、宮城県、山形県、茨城県、栃木県では強い揺れに警戒してください。テレビの画面は福島県いわき市の現在の様子です。カメラが左右に揺れています。NHK の各放送局からの情報によりますと、先ほど午前6時ごろ、東北地方で揺れを感じました。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。緊急地震速報です。福島県、宮城県、山形県、茨城県、そして栃木県では強い揺れに警戒してください。NHK の各放送局からの情報によりますと、先ほど午前6時ごろ、東北地方で揺れを感じました。そしてテレビの画面は東京電力福島第一原子力発電所を捉えています。カメラが左右上下に揺れています。また東京渋谷のスタジオでも現在揺れを感じています。揺れが強い地域の皆さん、落ち着いてください。今震度の情報が入りました。最大震度5弱です。福島県浜通りで最大震度5弱を観測しました。そして5弱の地域が追加されました。改めてお伝えします。震度5弱、福島県中通りと福島県の浜通りです。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。各地の震度です。震度5弱、福島県の中通り、福島県の浜通りです。また震度4を宮城県や山形県、福島県など広い範囲で観測しています。今震度5弱の地域が追加されました。茨城県の北部と栃木県の北部でも震度5弱を観測しました。震源が海底ですと津波の恐れがあります。今新しい情報です。津波警報が出ました。津波警報が出ました。今すぐ逃げてください。津波警報が出ました。今すぐ逃げてください。皆さん、東日本大震災を思い出してください。命を守るため今すぐ逃げて